みです。今日はこちら、町遊びボリューム25、徳島限定書き下ろしランダムアクリルチャーム開封させていただきたいと思います。イエーイ。こちらのアクリルチャームなんですが、先日10月15と16だったかな、2日間だけ発売されておりました幻のアクリルチャームでございます。制限が1人5個だったんですけれども、私代行お願いしてこのように買ってきていただきました。本当にありがとうございます。徳島すごい盛り上がっていたみたいですね。私もね、お仕事じゃなければ現地に行って買いたかったんですけれども、あー悔やまれます。こちらのアクリルチャーム開けながら抱きになって今日は楽しんでいこうと思います。はい、今回のキャラなんですけれども、炭治郎、ねずこちゃん、あおいちゃん、ぎゅうさん、煉獄さんの5種類となっております。では開けていこうと思います。1個900円です。自己買っていただきました。9000円分です。代行してくれたお友達、責任を感じてね、このクリアファイル買ってきてくれました。もしかしたら出てなかったらごめんなさいということで、そんなん全然いいのに。私は本当にランダムジャンキーなので、 YouTube の規定はギリギリセーフかしら。そうなんですよ、ほんまにただただって言ってしまった。ただただ楽しんでるだけなので、もう全然気にしないでください。このクリアファイル。まあでも、正直めちゃめちゃ欲しかったので嬉しいです。で、これね、ああ不吉なのか。大丈夫か？まさにね、この席に座ってらっしゃるんですよ、煉獄さん。背景一緒なのかな？一緒なのかな？このパラパラってしたら、二人が同時に映るんでしょうか？それやってみたいですね。透明とかにしたら二人が遊びに来てるような感じになるんでしょうかね。できればここにね、私もお邪魔したいなと思いますね。これまた合成しようかな。もうまたよう喋るよね。開けていきましょう。はい、では1投目です。あ、緊張します。100円ですからね。いきます。せーの、出ましたね。はい、というわけで牛さんです。では次2投目いきましょう。いい感じのスタートですね。こっち側だったかな。ではいきます。せーの、ドン。あ、あおちゃんやった。いい感じ、やりました。お遍路さんかなこれ。あ、かわいい。では次3つ目いきたいと思います。あ、ドッキンコドッキンコ。ではいきます。だったらこうだったな、多分。せーの、ドン。あー、買ってきました。5種類で10個買ってきてるんで、そうなんです。ここは被りますから大丈夫です。あー、行きましょうか。せーの、ドン。あー、買ってきました。あ、買ってきました。あ、はいですね。はーい、これ泡踊りですね。わっしょい。出ましたね。いや、嬉しい。めちゃくちゃ可愛いですね、この感じの。はい、では。せーの、ドン。あ、レッツちゃん、レッツちゃん気立ちですね、これ。かわいい。やりました。ということは 1,2,3,4 つ来てますね。あと煉獄さんだけ。あとこんだけありますからね、まだどれかに煉獄さんが来ていたらもうそれで丸々なんですけれども、つながってるかな。せーの、ドン。あー、被ってしまいました、牛さん。あと4つあります。行きましょう。せーの、ドン。あー、おいちゃん被ってしまいました、おいちゃん。でも可愛いですよね。それにあおいちゃんのグッズあんまりないので貴重ですね。嬉しいです。では行きましょう。せーの、牛さん、めっちゃ出てくれる。え、なに今日
込んできて、うわあと2つか。全国さん来てくださっているでしょうか。行きましょう、せーのー。では最後ですね、これで最後は誰がしてくれてるんでしょうか。行きましょう、せーのー。あー、おいちゃんが来てくれてましたね。あおいちゃん結構出ましたね。1、2、3、4つ。半分あおいちゃん、ぎゅうさんが3つ、炭治郎とねずこちゃんと煉獄さんが1つずつ出てくれました。やったー。いやでも本当にめっちゃ可愛いですね、このアクスター。というわけで、この度のアクリルランダムチャレンジ、このような結果になりました。大満足でーす。で、街遊び、たくさんね情報があって、本当にねもうちょっとこんがらがっておりますけれども、私が一番興味があるのが移動カフェなんですけれども、実は私ね、この15、16のイベントの直前に徳島行かせていただいたんですよ。その時に UFO テーブルカフェ徳島さんの前の、いつも私が停めてる駐車場のところに、あの移動カフェの車があったんですよ。実はこれは UFO さんのマークもついてるし、なんやろうなと思ってたんですよ。イベントやるじゃないですか、だから設営機材とかが入ってるのかな、マイクとかが入ってるのかなと思ってたんですけれども、まさかあれは移動カフェだったんですね。その発表を見て、いやこの車やんって、めちゃくちゃびっくりしました。もしかしたらあの中にねポスターとかめっちゃ入ってたんかなと思ったらね、うわー、やっぱ行きたかったな、買いたかったなってなりますよね。今カフェの出店されているとニュースで見ました。なのでこれからこう移動カフェであのカフェの雰囲気をね楽しめるのかなと思ったら、すごい嬉しいなと思います。ちなみにコースターは徳島限定のコースターなんでしょうかね、それとも地方のコースターなんでしょうか。はい、というわけでこの度も皆さん最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。ごぶんは